やべえ、今日の見てみんなこれ可愛いやろ。今日の衣装はなんと気になるって。すまんボド行く。ちょっと待ってよ、それは性欲に従順すぎだろお前ら。はお前んとこ女の子のリスナーじゃなくて男のリスナー多いのに性欲に従順で俺のとこ見に来たら嫌やって。え、だってごめん、ボドカエロすぎって言ってるもんみんな。ボドカエロすぎえ、ボドカさんさ、脇さ、うん、脱毛してる？え、してない。脇毛剃った。あ、剃ったんや、えらい。いや、なんか俺定期的に剃るんよな、脇毛だけ。そうなんだ。え、なんかそれがエロいんじゃん。その脇毛を剃るタイミングと除草のタイミングは結構あった、たまたま。なんか脇毛って邪魔じゃない？なんかたまたまっていうのやめて。え、なに、なんで、なんで、なんで、ごめん、今たまたまっていうのやめて。お前今度にして。お前たまたまやん、お前が言ってんの。違うよ。おー、こいつやばいって。 V スポって下ネタ NG じゃなかったっけ？違う。離婚キャラ被ったら殺します。殺すはちょっと言い過ぎかな。殺すはちょっと言い過ぎ。言い過ぎだって。殺すは言い過ぎ。まあ言い過ぎやな、さすがに。殺すって相手の命を絶つっていうことでしょ。そうやで、命を大事に考えろよ。ごめん、ちょっと軽く見てた命を。あんま強い言葉使うなよ、弱く見えるぞ。気をつけてね。うん、気をつける。もうかぶってきたやつおったら殺そうぜ。おう、殺す。ダブスタイルイって。あー、オッケー。うわ、全部ストック。ふざけんなよ。ボローンで出てきたな今ストック。ボローン。え、ボローン。え、花さん、お前そんな、お前なんか様子がおかしいぞ。え、そんな、なんか言われるような。ストックがボローンは、まあ、紫山あるよ。お前紫山ボローン出てきてんな俺。お前な。それはお前が悪い。それはお前が悪い、普通に。お前ボロン出てきたの。ボロン出てきたら取れる。ボロンって落としたけど。お前黙れ。まあ俺も配信したらワンチャンボロンするかもしれないからな。ね、結構危ないぞ。新衣装やろ。新衣装、新衣装はちょっとボロン系注意報出てるからね。よし。これ曲げる。花ブーと一緒にや、いや花ブサと一緒にやってるとさ、あ、お前は可愛いやろ。え、キュンキュンキュン、うわうわ、おーいえいえいえ、お前は可愛いだろ。すげえ、これやっぱモテる男のセリフなんやろ。だから彼女いるんだ、もどかさんって。そういうことか。なるほどな。まあ、あだ名道明寺やからね。イケメンすぎだろ。え、 VDK は10時かいつまで座らなかったの？十字架？ああ、うん、これこれはでも言うて木曜とかで終わりよ。あ、そうなんだ。え、明日これで行くよ、もちろん。え、どこに行くの？ブイスポ激浪。ああ、激浪か。だって俺配信してくるわって言ったら、うん、彼女普通にお前メイド服は金でええのとか言ってくるから。しっかりしてんな。しかもファスナー、後ろのファスナー自分で閉められへんから、いつも閉めて金の手伝ってもらってるし。どういうプレイ。ちょ、ファスナー閉めて、後ろの。どういう気持ちなんか、彼女さんは。でも俺がメイド服でひげ剃ってる時に、うん、うちの犬がスカートの中に顔突っ込んで遊んどって、うん、それゲラゲラ笑いながら写真撮ってたよ。EVA 好きな人。へ。あ、EVA やったよ。へ。気にしたっすわ。へ。はい。あ、へってもう挙手、あ、もうめっちゃ。でも理解してないの変にだけやったけど。本当だよ。なんか理解遅れちゃった。こいつ分かってないんだな。こいつ分かってないなって思うから。なんかほとんど俺と変わらんし。あ。武器庫をハッキングします。待って、閉まる。おい。お前マジか。マジかよ。
かなとか。あれ開けれない。やめてほしい。任せろ。拾ってあげて。あのこいつどこ行ったお前。お前どこ行ったんや。どこ行ったお前。お最悪やすぎて。ヘンリー助けてくれ。任せろ任せろ。おん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 ねえ、もう俺もっと早く。おんおじょうちゃん早く乗りな。失礼します。おんカモン。運転手キモすぎる。おん助手席うるさすぎ。おんおん。普通に俺つんまくねこれ。いや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 。でも恐竜地帯なんやけど。おいおい何してんねん。影薄すぎや、あまりにも。もう影薄すぎやって。うっす。えもう影があまり。そいつら今のが1キル目やってチーム全体でキル。存在感な。存在感なさすぎやって。うん、やっぱパス使うと勝てるな、うん、俺パスめっちゃ好きやからな。いっちゃん使ってる。ヤマピーとどっちが好き？え、パスやね。どんまい。俺雑巾以下ってこと？え、パスは雑巾ってこと？お前パスのことなんだと思ってんだよ。俺こんなにも VDK のこと好きやのに。ごめんな。かわいそう。まあ俺性癖ではないけど、うん、普通にお嬢様好きやからな。え、そんな。あ、いや、そう、あれ、じゃ、ちょっと言葉のあやです。これはミスりました。これミスりました。いや、でもごめんなさい。私やっぱみんなのものなんで。君はお嬢様じゃない。は、君はお嬢様の皮をかぶった何かだ。そんなことないもん。モノホンだもん。何億坪あんのやったっけ、家。うん、なん設定上では、設定上ではじゃあ設定上じゃない、これ以上あんのジェット機で移動してんの、部屋どうしよう。500畳やったら、自転車か車で行けよ。これこうなの。これほんまにありがとうなの。ネメシスを落とした。勝手に落とすな。ごめんなさい、落としていいですか。いいよ。ありがとう。主従関係結びます。絶対嫌です、あなたと。あなたと結ぶのは絶対に嫌です。じゃあ強引に勝手に結ばさせていただきます。ねえ、キモい、そういう漫画ありそうやって。え、そういう漫画ありそうってことは、そういうのを少し触れてないとわからないものですよ。触れたことありますよ、普通に。あ、ごめんなさい。普通それぐらい触れますよ。すいません、人ですから。そうですよね。ごめんなさい。